はい、シュナノジです。今日は岐阜県のワイゼットサーキットに来ています。ニャー大佐さんの定例の壮行会ということでね、来ているんですけども、ニャー大佐さんからね、このステッカーいただきました。巷の、流行っているといいますかね、ロータス乗り必須のステッカー、欲しい方はね、ニャー大佐さんに直接おっしゃってください。これでネットでね転売しないようにお願いします。というわけでですね、今日はこのサーキットに、この車、エキシージに乗ってきました。実を言いますと、このエキシージ、エリーゼと併用で持ってまして、以前よりそのエリーゼのね、良さをね伝えるという動画をやっていたんですが、このエキシージをね、動画に出そうかどうかなというような、そんなことで迷っていたんですけれども、このサーキットに持ってきてね、少しばかりこのエキシージの良さを体験してみようかなと、そういうことがあってね、今日このエキシージを持ってきました。この車ね、非常に高性能なので、公道でそのこの車のね、性能を発揮するというようなね、そこまで至らないので、サーキットでね、少しちょっと解放してみたいと思います。はい、それじゃあエキシージでね、初めてちょっと走ってみます。最初はちょっと軽くね走ってる。次はね、ズッコケさんの S3 のエキシージ、それにね、同乗させてもらいます。
これは何かいじってあるんですか。駅マニだけ、駅マニと触媒だけ書いてありますね。駅マニと触媒だけ。マフラーはノーマルで。ああ、そうですか。純正の触媒は結構サーキットとか走るとトヨタの触媒を使ってて、はい、ウィンズマニになっちゃって、はい、調子悪くなることとかが V6 勢多くて、はいはい、なのでそれが嫌だなって思って駅マニだけ変えたと書いてありますね、うん、音がめちゃくちゃ良くなります。ああ、そうですね、はい、じゃあお願いします。はいはい。なんか多分本当に特筆すべきことなく普通に走りますけど、いやいや、あのずっこけさんのあのテクニックをちょっと盗まないとテクニックはアクセルを踏み続けるです。アクセルを踏み続けるアクセルを踏み続ける。だからあの前回あのエッセをね、はい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 、エッセを乗させてもらって、非常にちょっと感激しましたんで、まあ、文化がちょっとちゃいますよね、はいはい、こんな世界もあるんだってなりますね。そう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 、だからこれをそのまま伝っているのが危ないですね。だから その辺の
近辺のレベルは なんとなく分かるんですよ。やっぱさっきまで乗ってて、あ、滑ったなって、はいはい、アクセル入れると、あ、これ意外と安定するかなっていう、そこをいかに、まあ、まあでもそれはやっぱあれですね、やっぱ安い車で練習した方がいいですよね。レクシーで練習するのはちょっともったいなすぎるんで。そうか、やっぱSクラスでそうそう、Sクラス。いやでもね、こういう速い人と乗させてもらうとやっぱ勉強になりますよ。自分ができる、僕全然速いやるじゃないって、自分ができるできないは別としてね。はい、ありがとうございました。はい、楽しかったですね。いや楽しい、これはいいわ。はい、エキシージをね、YZ サーキットで体感してみましたが、やっぱりね、速い。この車はね、すごいポテンシャルを秘めているというか、このエキシージをね、公道で乗ってる方はね、結構逆にすごいなというような、そんな風に思います。まあエリーゼネイキッド、私の乗っている 1.6 のスノーエリーゼと比べると、もう本当にパワー3倍、値段も3倍みたいなね、そういう車なんですけれども、この車の性能が公道でいるかというと、まあ正直いらないですよね。まあワインディングを気軽に楽しんで走るというような、そういうことを考えると、まあエリーゼの方がやっぱり利があるかなというような、まあ個人的にはね、そんなような気がしています。ただこの車のね、まあ凄さというか、このサーキットでの速さとか、そういうところはやっぱり特筆するものがありまして、まあ好きな人にはね、本当にもう刺さる車なんじゃないかなと、そういうふうに思います。そしてこの今後のね、エキシージ、まあちょっとね、動画で出してもしょうがないような気もするんですが、まあエキシージ自体がそんなにその動画で紹介されてないので、まあ需要があればね、少しまあこの車についてもね、お話をしていこうと思っています。はい、それではね、エキシージの、まあ、サーキットでの体感というようなね、ことで、お伝えしました。ご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。